皆さんこんにちは、大河坂です。そしてアビオンです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで本日は、0時にタイガー桜井が持ち込むデッキ紹介していきたいと思います。おぉ、はい、0時出るんですか。0時なんですけど、まあ僕0時の日ですね、愛媛でお仕事です。あー、またいつですか最後に出たの0時最後出たのは人形ネメシスが強かった時ですアムロエルフとね、しばらくですね、はい、はい、という感じでちょっとまた出れないんですけど、はい、いや今期もう本当に出たかったんですよね。面白いですね今期、はい、今期面白くて出たかったんで結構やってたんですけど、まあ、残念ながら出れないということで、もしね仮にタイガー桜井が出るんだったら持っていくであろうデッキをじゃあちょっとまあ紹介しようかなと。お願いします、はい、思います。まあまずね、まあ今の環境、まあ妖怪式神環境ですよ一旦ですね。まずで、まあ式神ウィッチ妖怪ネクロっていうのがティア1にあったと思うんですけど、ちょっと最近ネクロマンサーの立ち位置怪しいんじゃないかと。そうですね、コントロールエルフがかなり流行ってきたんで、はい、コンベルに不利なのがね厳しいんですよね。しかもなんか自然ドラゴンとかも決して有利とは言えない、うん、まあ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 対面だったりして、ちょっとネクロの立ち位置怪しくねとはなってますね。なんかだからもうティアワンがもう式神とエルフだと今俺は思ってる。うーん、いやーレイジは多いと思いますよこの2つは。この今なんかまあネクロはティア 1.5 ぐらいに落ちてる印象という感じでございます。でまあ式神握り得じゃないですか。式神はまあ格ですね。はい、まあ、でもやっぱり思った、俺式神下手式神ね厳しいっすか。そうです、厳しいっす。まあまあ普通にやってたらまあ勝てるんですよ、デッキパワーがすごい高いから、うんうん、でもまあこれ100点で回せてないなっていうのがもう自分でも分かるし、うんうん、俺これ配信卓で やりたくねえなと思ってみたいな難しいですね、はい、ところもありまして、まあ式神はちょっともう握らないです。うんうん、うん、まあ、ほう、多分式神握ったとしても多分本当にクオンに愛されたものしか上がってこないと思う。式神は絶対上がってくるんですけど、うんうん、いくら上手くてもまあなんかね、その日の愛され率っていうのはやっぱりある程度出てくるとは思うんで、まあどのデッキもそうなんですけどね、うん、そうっすね、うん、まあ中でも、まあ、たまにやっぱりねなんか4パスとかあるじゃん。ある、ごくまれにね。いや、うん、式神はね本当に僕もね握りたくはないんですよ正直、うん、握れない選択肢があれば、うんうんうん、まあ、個人的にはないなっていう感覚なんですけどでも握らざるを得ないそうですね、振りたい面もないんですもん、はい、うん、そうですよね、はい、ということでまず、まあ、結局私一つ持っていくのこちらですね、自然ドラグーン。お、ドラゴン、自然ドラグーンの、まあ、ちょっと前に寄ってるかなっていう感じの、珍しいカードがいっぱい入ってますね、はい、デッキでございますね、はい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 、ね、まあネクロてか、なんかまずコンベルやっぱ多いなって思うんですよ。多いと思います、うん、でまあ、コンベルに有利つけるデッキを持っていきたいなと思っておりまして、まあ、もうウィッチはきついです。正直式神ウィッチはまあ結構やれないですもう、うん、うん、まあ7クオンとかだったらギリこっちのリサルが間に合ったりするんですけど、うんうん、もう6クオンをされたらお手上げクオンドラゴンで返すのまず不可能ですよね。まあそうですね、やっぱり何が必要ですかね。心しかないですよ、心しかない、しかない、返そうと思ったら、ね、うん、まあだからそうですね、なんかドラゴン今握るんだったら、まあ、こういう風に前寄せにしてクオン着地されても返しちゃったん勝つぐらいの勢いでいかないといけなさそうですよね、うんうん、そうですね、まあでもあと心はなんかそのウィッチ以外にどうなんみたいなところもあって今回最後見送っておりますが、はい、まあでもね、分回ってしまった時のパワーっていうのはやっぱり高いですよ。高い、うん、何にでも勝てる可能性を秘めていると。プテラノドンハイパーカード
で、まあ、今回ねあのマリオンまで入れてるんで、うんうん、バイディへのアクセス機能バッチリと。でこのマリオンがね実はこれ隠された効果で、はい、拾ってきたフォロワーの攻撃力プラス1するんですよ。隠されてますか、隠された効果。実はこれ隠された効果で、これ祈りとかカヤとか、うんうんうん、あとこのこいつね竜戦士そうについたりすると1点お得。確かに今1点に泣くこと多いですから、これバカにできないですよ。この隠された効果、隠された効果マリオン。はいはい、ね、まあ、あとこれもね隠された効果で攻撃力1上がりますから。これでなんかあのしずるとかね、うん、お姉ちゃん剣士しずるをこのいつでカヤで突破できるんです。確かに7点7点で突破できるとか、進化天候そうとかね、そうそうそう、うん、天候天候でしたっけ名前、あの守護の式神、あー進化天候みたいなやつ、そうなんか天候みたいな、天候みたいなやつね、感じなんですけど、もう突破できると、67突破できるから、67突破できる、えらいカードとゴリゴリっすね、はい、これいうことになっております、うんうん、なんかねドラゴンって結局なんか回っちゃったらさ、もう手札バサバサになるわけじゃないですか。はいはい、なんかもうこのねあのミュースナイトが強すぎてあの手札減らないみたいなミュースナイト、はいはい、手札減らないみたいなところで、やっぱこの1コススペルとかでガンガンハンド切っていけるのがいいなっていうところで、なるほど、はい、ちょっと最初ねブレブレまで採用してたんですけどね、こんな感じにしております。ありだな、はい、いや自然ドラはねマジ熱い、これドラありなんですよね、ドラマジ熱いと思います。普通に今でもちょっと悩んでますもん、ドラゴンウィッチ捨てて相方勝つみたいな。まあそうですね、はい、ウィッチも、まあうん、ワンチャンあるんですよ、まあ、ワンチャンありますよね、ワンチャン、うん、相手、はい、はい、でドラはワンチャンありますけど、他のデッキも、うん、まあ言うてワンチャンくらいなんですよね、うん、ちゃだったら、はい、その他対面、うん、結構いけそうなドラありだなと思ってますけども、いやこの、うん、ね祈りが気持ちいいんですよね結局祈りマジで気持ちいいっす、うん、式神相手に間に合った時に祈り祈りすると本当に気持ちいい、うん、10点出ますからねはい、で、まあ、もう一個ね、はい、悩んだんですよ、悩んだ結果、まあ、まず結構これ悩んでたんですよ、自然ドラ自然ウィッチの組み合わせって、うんうん、自然ウィッチ、こうあのエルフにいける、うんうんうん、この2つの組み合わせがかなりそのエルフにいけるよりなんで、あのこの組み合わせ最強なんじゃないかと、まあ、両方式神に振りっていうのはあるんですけど、式神は捨て、うん、式神は捨てで、まあ、相方、まあ、ネクロか、ネクロ両方ネクロと、うんうん、エルフには割と有利気味かなと思ってるんで自分は、うんうんうん、もう2つを握るのはありかなとは思っていたんですが、ですがその時出会ってしまった、うんうん、結局コンエルコンエルコンエルね、使ってなかったんですよ、あ、はい、正直ちょっと前まで、でいざ握ってみた、最強これは最強、マジで最強デッキだった、全体面有利、全その自然ドラゴンとかはもうにもリノセウスが回ってしまえば勝てるという、そうコントロールデッキなのに、うん、上振れがあるっていうすげえデッキだなと、はいはい、いうことに気づいてしまい、これも握り得コンウェル、じゃコンウェル自然ドラ、そうで、コンウェルもちょっとまあ難しいと思うんですけど、はいはいはい、正直ウィッチよりはやってること分かりやすいかな、まあなんか、うん、あれっすかね、ゴールがリノセウスだから、うんうんうん、なんかわちゃわちゃ中盤するけど、うん、まあ、リノセウス育てればいいって明確なゴールがあるから、うん、まあ、そういう意味では結構プレイ難度は抑えられてそうではありますね、うん、まあ、突き詰めたらねめっちゃむずいとは思うんですけど、まあ、これから連動上げていけば全然その使っていける、うんうんうん、デッキだなと思ったよりも、なんだ70点の動きをするのは簡単なデッキだなと思いました、最強です。なので私まずエルフメタのドラゴンと、はい、エルフメタの自然ドラゴンとエルフを持ってきます
式神なし勇気いりますね、なかなか。いや、式神はマジ相手が下振れる。うん、下振れの式神やね、どっちもね。どっちも勝てるね。リノセウス上振れで7で走れば勝てますから、うん、勝てるし、うん、なんかもうね、あの5ターン目に鬼呼びとか出してくるね、あの5ターン目にココスの鬼呼びとか出してくるウィッチには勝てるんで、ドラゴンもココス鬼呼び、誰でも勝てますはい、まあどっちかっていうとね、まあもう式神というよりはその相方を借りたいなというところですかね。まあ特にまあネクロはまだ人気あると思うんで、ネクロは二立てしたい構成。ネクロマジ使ってて全然勝たないです、コンフェル相手。うん、とネクロきつい。では怖いのがアマツ潜伏みたいなね。アマツ潜伏みたいなのにちょっとこのドラが怪しいかなみたいなのは。うん、なんかそれでもなんか前寄せしてるから、なんか先行取って 1-2 から動けば勝てそうじゃないですか。まあ。ワンチャン、ワンチャン、うんうん、まあそっちも相手がフルムーブしてこなければうん、うんうん、まあ無もうなんだもう絶対勝てねえっていう相手がいないんで、うんうんうん、この2つかな、うん、俺は、うんうん、なるほど。ということでね、迷ってる皆さんぜひ。まあでも正直自然ウィッチはいいと思う。なんかもう何も考えず持ってくるんだったら、まあ、一応メタ対象はしっかりしてるし合ってる組み合わせではありますよね。まあね、他にもねフィビアマラセネメスとかもねすごい楽しく遊ばせていただいたんですけど、まあどうしてもこれ式が勝てねえじゃねえかと全部勝てない。はい、いやネクロやれるんですけどね。ネクロが式が見に行って、いやどうですか、ネクロにネメシス、あ、ネメシスか、そうネメシスは確かにやれる、ネクロにやれるんですけどね。だからなんかそう考えるとネクロ弱くねって思っちゃって、ちょっとネクロに切る気は起きなかったということでございました。はい、はい、私からは以上です。はい、ということでより対面いただきました。でもこれ僕疑ってますよ。いや僕ネクロ信者なんで、はい、ネクロはネクロドラネクロ有利だと思ってますよ、未だに。これはそうですね、こうなんでたくさん祈り子かな、うんうん、ただこの祈りを最初から持ってるっていうのがめっちゃ強いんですよね。でもまあ3投なんで進化ターンに、あ、うん、いい動きじゃないの、サンティプテラ先行祈りね、ハッティだからちょっと遅いなって思うんですよね。確かにね、7で投げたいですよね。固定はなんかキープは全然ありなんですけど、先手はちょっと怪しい気がしますね。プリンプリンプリンにしてやるの、プリンにされるんすか。百鬼夜行悩んでるな、これは。スペクターね。はい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 。スペクター、おー。急速からね。プテラヌドゥーン行きましょう。やっぱね、プテラヌドゥーンなんですよ、もうゲーム。プテラノドンデッキって呼んでます、ドラゴンは。おー、2パス？プテラノドンだけ強すぎるんですよ、このカード。まだちょっと、ね、レジェンダリーですよね。レジェンダリー、うん、レジェンダリーしてほしい、プテラノドン。カシャが来たら、プテラプテラいける。いけますね。あ、強いな。強いな。よし、先行でできたら、使うわ。もう、カヤも拾ってくると。あんなに出しちゃおっかな。あんなに出しちゃおっかな。はい、ということでもう 7PP です。あとはもうバイリー、はい、バイリーを引けばリーサルです。もうもはやリーサル、先後リーサル、いやね、一回イアン抜きとかもね試したんですけどね、イアン強かったわ。なんだかんだイアン、まあ元の前の環境に比べたら弱いですけど、伊達がいない分、それでもなんか僕も必要だなって思いますね。2点入るし、えボンドロ、まあ普通に強いですよね。そうイアンなんか攻めるドラゴンでも、はい、進化切ったら AOE プラス2点だから、うんうんうん、進化フェイスと打点変わんないんですよね。なんかその点でいいかな。おユンスケチェン
紛らわしいですね。ミュースケチンからいきましょうかね。なんかこれミュースケチンって言ってる人見たことないですけどこいつ完全ミルフィでしょまあ確かに、ね、見方によってはまあイアンでなボード取って良さそうな気はしますね。うんうんうん、イアンでボード取って、まあ、次セッサンが来てティラノティラノ取るって感じですかね、流れとしては。うん、まあ、アデールの残し方によっては体力4以上できるのかな。え、できる。そうですね、プテラノドンで3-3したあたりすれば体力4では残りますね。あ、確かにその方が強いかな。うん、さあティラノ1枚で取る。確かに、えらいそれ。じゃあアベールを、うん、ですね、こうね。ドラゴンもね、意外とね、プリンがありますよね。なんかそうですね、なんかウィッチとあんま変わんないかなみたいな。対面によってボード構築みたいなところよりも自分の手札の最大効率を求めるみたいなのが難しいかなと思ってますね。なんかやっぱりこう UB のせいで、うんうん、ドラゴンも先ドローしなきゃいけなくなった。確かにそう、進化の前にそれはありますね、うん、ちゃんと先ドローをしっかりして、今までね、別に先ドローそんなに利点なかったですから、ね、そう、とりあえずバイディ進化ナテラナテラみたいなねやつだけど、ナテラナテラバイディ進化しなきゃいけないからね、ここはしっかりしないといけないと、うん、おそうっすね、どっから入ろうかな。ティラノサウルスは打つとして 6PP なんで作戦かな。作戦、お、強いじゃん。マリーもね、イアンバフはそんな強くない。そう、イアンにつくのね、良くないんですよ。これ変身するんで3-3に戻っちゃう確かに、新婚夫婦のオーダーしちゃうと。やるね、うん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 、祈りいいじゃないですか。ヘリを取るかどうか。そうっすね、ちょっとまだバイディを探しに行きたいんで、まあこれちょっとブレイジングブレス打ちましょう。ブレイジングブレス、うん、これターン終了後に戻るんですよね。残った、残った最強だった残った仕方ない。1-2残ったがマジ最強スペルだった。1-2-2に運用したいな。2ヤード稼ぐやっぱね、祈りとそれも相性いいんですよね。うん、祈りで潜伏で残るんで絶対打てるし、まあ、それプラスティラノとかで守護突破しつつ打点稼げそうですね、うん、さあそろそろバイディ引けるでしょう。まあ、真ん中からかな。ドローはめっちゃありますよ。祈り、いや祈り重ねがけ銀節空盤面で10点やられるとね、ほんと腹立ちますね。バイディ、たどり着かない。どっちかな、まあ、ワンコかな。そろそろ引けるでしょ。引きましたね。ついに来た。ゾーンさんを取るか取らないかしね。7ターン目でしょう。ここむずいな。あ、バイディに進化切りたいんで、バイディに進化切れねえかもな。祈り1枚置いとこうかな。いやー、わかんないですねこれ
ここどれかいいんだ。おお、次はアベールで次、はい、イアン・バイディ進化新色、そうで、全部取る。うん、なるほど、それ進化ガイアだ。確かにこれ見えなかったな。まあ相手もね、視点同時に進化残したいでしょうし、進化効いたくなさそう。ただ次のね、あのここで誓い打たれて、あの誓い打たれたら視点同時が出てこれないのか、このパンは無理ですね。その隣接前にね、強い盤面を作りたくないんですよね。隣接前は空っぽで盤面を渡したいと。晴れて楽しき人でなし、誓いじゃないから一旦猶予がありますね、うん、これまだ次のターンに合わせると。まあ3号残るけどいいかな。うん、ここで侵食は絶対打ちたいんで、うんうん、だったら相手進化ですね。相手進化で、あれまあ一気にね10点とか詰めれないですからね、ネクロは。はい、まあ、そうそうね、プリンタイムなんでね。なので、まあ次、祈り祈りで勝ちでしょう、うん、勝ちでしょう。祈り祈りも、かやもあるし、いや、ドラゴン強いな。ドラゴン強いんすよ。ネクロ、かもられネクロ、かもられるネクロ、どうしようネクロ、ネクロどうなんすか、ネクロ、ネクロ持ってきたいんすか。ネクロめっちゃ持ってきたいですよ、もうずっと練習してましたもん。はい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 。ただね、今この環境、フリータイム多いんすよ、うん、で、有利対面がないんすよ、うん、存在しない。なるほど。でも五分マッチが多くて、うんうんうん、俺有利理論は通じるんすよこの前のロイヤルみたいな、STR ロイヤルみたいな、ウィッチもそうだし、ミラーもそうだし、うんうんうん、ドラゴンとかもそうっすけど、まあ、もうデッキパワーはすごい高いっすよね、本当にね。高いから、うん、一応その相手に対して的確なカードの切り方をすれば、まあ勝ち越せるんじゃないかなと信じてはいますけど、はい、デッキ単位でこれ有利対面みたいなことはなかなか言えないですあ、7たす6 13でこれでいいするかな。これでぴったり14点ですかね。はい、あ、違う、21が1体だから、あ、危ない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 体力がね、これでいいかな。3以上じゃない、もう1回か。これは、これで多分大丈夫かな。ちょっとすいません、過剰ですが、はい。まあまあ、オーバーキル基本的に主毒ですから、うん、こうね、カッコつけてね、リサラ逃すのが一番やばいからね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、まあ、ウィッチに勝てなきゃこれ握ってくる意味ないんですよ。僕これ勝てなかったんですけど、エルフ。これ勝てます。マジですか。はい、センスないいや、エルフウィッチは僕はウィッチより信じてますから、うん、勝てます。これはこれでね、エルフ勝てるって感じだったらもう絶対エルフ持ってくるんですけどね。はい、あー、あー強い、これめっちゃ偉 い先行のフローマジいいっすよね。リソースの鬼、4ターン目にね、かますのもいいし、うんうん、お、導き来たのか。こっからいきます。マジですか。はい、うーん、オッケーオッケーオッケー。なんかフロー機械獣みたいなことしたかったっすけど、いや、こっから戻す。こっから、お、ほら、やっぱこういうことなんですよ。フロボ行きたいな宗教が。まあね、心をね、ツーローで使いたいって話ですよね。うん、違うんですよ。先行のフロボ機械獣100枚ぐらいドローしますよこれ
ってね、交互にね、確かにぐるぐる回りますよね。てか自然ミッチなんだけど、やばくね、やばい、普通にやばい、やばくね。どうしよう、リナセース、リナセース、リナセース遅れると普通に行かれる。やばい、これやばいっすね、これやばいでいい、これ相当やばいです。フロボキ解除だったな。それでも別にあんま解決してないですけどね。リノへのアクセスは、はい、多分ここの方が高いかな、うん、まあでもやっぱ機械獣をそしたらもう取っときたいですよね。うん、もうこれ急がないといけないからな、うん、いやでもね、このタイミングやっぱあると思う。自然ウィッチ持ち込むは結構あると思う。なしではない、うん、てか式神がウィッチじゃなかったら、あの式神自然ウィッチみたいな持ち込みする人多分多かったと思うし、うんうんうん、それを考えると全然自然ウィッチ持っていくのはあり、式神が持てないっていうデメリットしかないと思います。自然ウィッチは普通に強いデッキ。リノセース、カモン、ね、おお、リノ来たね、弓リノ、女の子のこのリノ、次じゃないともう間に合わないんじゃないですか。そうっすね。キャルに行かれますよ。次ターンぐらいに引かないと。まあね、高校自然ウィッチの最速リサル7っすからね。はい、でも早いな。わーわーわー、うわー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 、すごいすごいすごい、これは強いっすわ。まあ別にね、盤面はね、いかにも返そうと思えば返せる。そっちじゃないんだよな。とりあえず、もうこれは命がけで。ドロードロー。イノセース、うっ、うん、なんかもったいないな。進化回復しないカーバンクル、ワンドローで使うか、もったいないな。いや、ここでリノ引かないと間に合わないのか、これ間に合わなそう。そうっすね、全然7で出てきそうっすもんね。まだ球速ワンドローでリノを引けたらリノ進化メイできる。まだいける、もう全てフル投入で。はい、うん、いらない、この対面いらない。やっぱリノを持ってくのやめますわ、引かない。いや、ちょ、このタイミングがないから大丈夫。もうこれ相手式神だったら持っちゃうもん。式神だったらまだあと100年ぐらいゲームして、うん、100年後にリノを育てれば勝てそう。そう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 。2100年あたりで勝てそうっすね、うん、やったら勝ててる、うんうん、いや、わかんない、相手もライリー3枚素引きしてる可能性あるから。まあね、こちらがリノセウス1枚もないということは、あっちにライリーが3枚いってるということです。それで、はい、しかも相手進化圏全然切ってないから7リーサルないじゃん。確かにキャル全然起動しないですね、これだと。キャル持ってないじゃん。惑わせ惑わせ、これ惑わせですよ。キャルがないんだったら、うん、まあ、ライリー一生受けてればワンチャンありそう。そうそうそう、よし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 、いいぞ。キャル全然なさそうですね。ドロさせてくれ、行くかこれ。殿下の方とフロボキ返し、ワンドロー。このフロボもう何もサーチしない、悲しいな。はい、カーバンクにもワンドローできます
ハンド綺麗ね。ハンドが綺麗ね。テンポプラン。テンポプラン。テンポプラン。20枚掘ってゼロ。きついな。やりきた。足りない。キャルはまあ多分ゼロ枚なのかな。キャルゼロ枚っぽいですね。キャルゼロ枚でも勝てねえのか。なんか体感なんですけど、普通に平均ターンは9、8あたりかなっていう。まあ8ターンとかで行かれることが多いですよね。なんでこれぐらい遅れたスネミッチもやっぱりリノセウスだったらワンチャンあるってことですね。うん、フィニッシャーはリノセウスなんだよな。そう、ボジャノ沼じゃ間に合わない。ボジャノ沼次のターンに置いても、ね、リーサルないですから。パイロエレメンタル操作が来る。おお。おお。で次返せるんですよこれを。返せてしまうのが。ボードは一生返りますからね。もうデッキなんですけど、うん。普通に回復が間に合うか怪しい。ああ偉い。ドローさしてよー。ナテラ導き悲しいな。ドローさせてよ。全然来ない。あれ全然来ないですね。これラリー倒せないじゃん。あれ本当だ。あ、そんなにプレイ枚数稼ぐカードなかった。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、まあ、ちょっと最後の試合みたいにね、うん、あの振り対面を踏んでも投げやりにならないのが大事。リノセウス引けないと投げやりになっちゃうんですけど、うん、今投げやりだった俺は。導きをなんかリノ以外に切ったりとかすると、うんうんうん、なえるなって思いながら回してます。なえてました。なえないことが大事。うん、あの振り対面踏んでもね、相手が事故ってるかもしれないから、手にライリー2枚あったかもしれない。あ、次の直接召喚なかったかもしれない。確かに、あのライリーを倒せばなんとかなった。まだワンチャンは。確かにリノセウスってなんか序盤から進めないといけないイメージあるんですけど、うんうん、なんかああ引くの遅れてもその分なんか PP は進んでるから、うんうん、なんか一気にリノセウスバーって育つんですよね。うんうん、なんでも諦めない心が割とね、 6T から育て始めて 8T で決まったりとかしますから、うん、あるあるある。うん、なんで、まあすごいデッキですよ。はいはい、ということで、一押しはドラゴンなんで。ドラゴンはい、ドラゴンほぼ一押し。間違ってもネクロマンサー握らないように。ネクロ握りたいよ。はい、ということで、まあ、この動画ね、レイジ前に上がると思うんですけど、アグノムさんの方は、多分レイジ後に上がるのかな。はい。うん、おそらく勝ってる、ファイナリストになってるだろう。はい。アグノムの、持ち込みを、ぜひご期待ください。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。